こんにちは、ヤスです。さて、ブラックフライデーセールが一段落ついて、まあ中にはね、延長しますって言ってるところもありますけれども、12月に入ってこれからクリスマスセールですよっていうところもあります。で、クリスマスセールといえばなんですけれども、もうなんか今回はね、これだけ取り上げますけれども、ソノキネティックは毎年、クリスマス12月、まあカウントダウンというか毎日日めくりで何かしら製品のセールっていうのをやっていくっていうスタイルを取っていて、まあそれだけなら別に取り沙汰する感じでもないんですけれども、その中に無料ですって無料配布する日がちょこっと入ってくるということなので、まあセールを楽しんでるこの時期ね、セールを楽しんでる僕らをはじめ、このチャンネル見てくれてる方々はね、そのセールを楽しむ、その無料配布を狙ってそのキネティックを12月にウォッチすると、いうのがまあ恒例になってるんじゃないかなと思うんですが、ちゃんとそれ用のページ最初にお知らせがちゃんと毎日、ね、来るんで、それ欲しい人は登録してねっていうのがページがもうできてます。で、まあ、あと1日と14時間、開催ですよということなんですけど、まあ、自分のメールと名前とやっておくと、まあ、クーポンももらえるって書いてあるかな、ね、ということなんで、毎日まあお知らせが来るんですけれども、お知らせが来た時は時すでに遅しって感じだったかな、無料の場合は始まった直後に争奪戦なので、ということなので、毎日これね、確か時間的に、日本時間だとね、おととしまでは1時とかに始まってたんですよね、確かこのカウントダウンは。でもね、確か去年から普通に12時始まりに直ってたような気がするんで、ちょっとまあ12時から一応ね、まあどうしてもね、無料をゲットするぜっていう人はちゃんと12時から見張ってた方がいいかな、夜中ですよ、夜のね、という感じです。で、まあこういうのまだちょっとこれ初めてだな、初めて見たなという方のために、ちょっとヒントというかね、攻略のヒントなんですけれども、普通、まあ、何日かにばらけて無料なんか美味しいやつ仕込んどきましたっていうのって大体最後の方に来るじゃないですか。ところがここね、1日目とか2日目とか全然前の方に来るの普通にあるから、だから初日からウォッチしてください、っていうところです。で、1回で1個の1日でね、その1つの製品を、まあ、なんか3000人とかみたいな規模で配っちゃう時もあれば、3日ぐらいに分けて1000個ずつみたいな、1000人ずつみたいなとかばらけたりする時もあるので、その辺は分からないです。なので、1日よっしゃゲットしたぜで、あとはほったらかしっていうと、実はその後もありましたみたいなオチもあるから一応はこの時期のね、楽しみの一つとして、まあ、眺めて参戦してみるというのがまあおすすめですかね、ということで、まあ、そのキネティッククリスマスセールが、まあ、あとちょっとで始まるよという、ことです。で、まあ、ブラックフライデーセールっていうのはね、すごく本当に大きな一つのイベントになってますけど、その辺無視してるメーカーっていうのもね、やっぱ中にはあって、まあ、例えばアンプルサウンドなんかはもうブラックフライデーとかそういうの言わずに、もう例年通りなんですけど、ウィンターセールでまとめて1月1日まで、まあ、だからもう今年いっぱいまでと思っておけばいいと思いますけど、いつもこの時期にウィンターセールと称してもうひっくるめて、これだけでもうそつなくセールしていくっていう状態をいつも続けていますので、まあアンプルサウンドね、興味ある方は気にチェックしに行ってみてください。まあ、僕は本当にアップルサウンドはギターもベースも本当によく使いますね、大好きなメーカーの一つですので、おすすめです。で、まあもう一つはちょっとね、ソニカは多分新年年明けたら皆さん起きてきて働き出すんじゃないかなと思いますので多分セールやると思うので、新年ね、なんかこう狙ってるやつがねあるんだったらね、その時にチェック、してみるといいと思います。さあ、まあこの年末とかはやっぱシーンとしてるから
あの我関せずっていうねスタイルはまあいつも通りなので心配しないで、まあ年始楽しみにしてるといいんじゃないかなと。で、まあそのクリスマスセールに関してね、そのキネティックはまあいつも通りなんですけど、逆にあれやらないのかっていうところもどうやらあるようです。プラグインアライアンスはここ毎年クリスマスセールでカウントダウンセール、毎日違う日めくりセールやってたんですけど、もう例年なら始まってるはずなんですけど、今日12月3日ですからね、始まってるんだけどやらないから、なんかこれにまとまっちゃってんのかな、みんなあの辺、アイゾトープとかネイティブインストゥルメンツとかとまとまって一緒に動いていくっていうことになってしまったんでしょうかね。なんかそんな感じで、どうもクリスマスセールは今年始まってないところを見るとやらないのかなという感じですね。まあもしかしたら1週間前だけやるとか、なんかそんな短縮してやるとかある可能性はまああるとは思うけども、とりあえずいつもならもう始まってていいクリスマスセールがやってないです、プラグインアライアンスは今年は、残念な感じで、うん、まあでも十分安いんだけどねもうあの自分安いから、でいいやついっぱいあって、いいやつが本当安く、もうそれね、もっと値段上げていいよって僕がケチな僕が思うぐらいのクオリティ叩き出してるメーカーだからね、あのだから全然もう行っちゃっていいですけどね、うん、本当にいい製品が多いですよ。ベターメーカーの、ね、EQ232D とかも素晴らしいしね、なんていうかな、例えばさ、こうモノラルの音像でもさ、ちょっとまあこういう EQ 通してうまくこう広がり出してやるとさ、こうダブラーとか別にしなくてもいいよねって、うん、そういう感じで持っていくこともできるよね。この辺の HG2MS なんてサチュレーターだけど、なんかこう冷たい空気感のあるサチュレーションっていう不思議な感じで面白いしね、まあ言ったらキリがないけど、あとはまあクラス A とかも素晴らしいよね、一押し出してくれるって、まあ、僕は使ってないけどこれも評判いいよね、あの黄色いやつ、まあね、まあマーグもハードウェアもありますけどね、うん、っていうまあまあいろいろ本当にね、クオリティ高いやつがいっぱいあって、本当に安い値段でちょこちょこ日々セールなんか何かしらしてるよねっていう感じなんで、まあその時に買ってっていう感じでいいと思うんですけれども、まあなんかこうクリスマスセール華やかさというかね、そういう楽しさがちょっと今年は残念ながら沈黙しています、というようなところもあるということで、まあ最後に僕個人的に今待ってるのはこれです、クランヘルムです。ちょっと日本語的にクラングヘルムというのかクランヘルムというのか分かりませんけれども、ちょっと英語圏の人の発音だとどっちにも聞こえるんだよね、クラングヘルムにも聞こえるしクランヘルムにも聞こえるし、そのクランヘルムなんですけれども、待ってます。 VU メーターデラックスを待ってます。22ユーロなんで、まあ知らない大人の人が聞いたらね、それいくらなの、22ユーロだけど、そんなのさっさと買えよって言われそうな値段ですけどねいい大人なんだからってさっさと買えよって言われそうですけど、そうじゃないんですよね。セールを狙って買うのが楽しいということなんで、ね、まあ、僕はちょっとねこの VU メーターを待ってるんですけど、こう、まあ、来るのかな、ちょっとそれすら分かりませんけれども、ちょっと楽しみに、待っております、ということで、まあ、ソノキネティック本題、今回ね本題ソノキネティックのいつものクリスマスセールやってきますよということで、まあ、メールアドレスだけね、名前だけ入れて登録しておいて、皆さん、待ちましょうということで、よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。